国立科学博物館から参りました神保と申します。多分初めましての方とご無沙汰してますの方とあまりご無沙汰してませんねって方がちょっと乱れてるんですけれども、まあ、今回ちょっと呼んでいただいた、大変ありがたいんですが、このアウェアの中でどういう話をすればいいのかって言ったら、まあ、全体の話をしてもらえればという、話がありましたので、まあ、私自身の仕事も含めてですけれども、まあ、生物多様性情報というちょっとバイオインフォマティクスとは近くて遠い、遠くて近い場所のでいろいろ活動してますので、まあ、それについてお話をしたいと思います。最初に自己紹介でお話しした通り、私は動物研究部というところで、専門として昆虫の分類学、特に蛾の仲間をやっております。ただまあちょっと二足のわらじといいますか、ポスドク時代にちょっとこういう部屋にいたこともあって、生物多様性情報学という、まあ、でいわゆる生物の分類学とかそっちの方のデータベース化とか共有とかっていう、そういう仕事をしてきました。でまあね、いつもはどういうところに、どういうところで仕事してるかというと、まあ、こんな昆虫標本庫っていうのがございまして、サーバーではございませんで、ここのところを開けますとかできる、いらんぐらいに佃煮になるぐらい虫が詰まっている箱がわーっと並んでいるようなところで、ここで私たちの国立科学博物館170万個体ぐらい標本を持っていて、40万個体ぐらいが実は蝶や蛾の仲間、私のやらなきゃいけないところなんですが、まあ、まだ実は整理も持ってないんで、40万個体ぐらいとしか言えないというのもあるんですが、まあ、こういうところの標本を使って、いわゆる分類学的な仕事をしております。まあ、場合によってはこの液晶とかの感じですけれども。で、本題の方 の、 生物多様性情報学という分野ですけれども、一応定義をしておけば、まあ、生物多様性に関する情報を、まあ、IT を使って共有活用しましょうというところで、情報としては種名であったり、MC データクスの2がそれに近いところです。それから、分布情報ですね。標本とか、それから観察された生物の情報であったりとか、あとは種情報というのは、それぞれの生物種がどういう形で、どういうところに分布してとか、どういう保全状況でといったこと、あるいは文献なんていう情報を扱う分野になります。で自分自身はまあ小さいデータベースをいろいろ作ってまして、例えば左側の、日本の蝶ですね。日本の蝶250種類ぐらいいるんですけど、それの、まあ学名と和名をまとめたデータベースで、右側はちょっと後で話しますけど DNA バーコードという、手法に関して、それの DNA 情報を取った標本のデータベースというのを作っています。左側の、種名データベースは昆虫学会のが、日本昆虫学会というのがありまして、そこのところでやっている日本昆虫目録構築、プロジェクトがございます。私その編集員がやってるんですけども、まあ、その一環 で右の方のバーコードデータベースは、これは科研 の、 情報、研究成果公開促進経費を使って作ったものです。これらの情報を、まあ、少しずついろんなところにつなげていきたいなということをですね、まあ、考えているところだったりします。左側の蝶のデータベースについては、もう本として出版されておりまして、まあ、これで一応業績化をしているということです。で、まあ、蝶もやったら自分の専門もがまやらなあかんということで、蛾の方はこういう日本産蛾理想目録、蛾の方はちょっと種数が多くて日本で6000種ぐらいいるんですけれども、それのまあデータベースをポチポチと一人で作っております。一応これも先ほどの蝶は CC 大、こっちは CC0 での公開ということにしております。それで私が一番関わっているのがですね、地球規模生物多様性情報機構 GBIF という、プロジェクトがございます。これは非常に大きなプロジェクトで、まあ、生物多様性情報を、まあ、誰でも利用可能にしようという、まあ、情報基盤構築ですね、は目的のプロジェクトなんですけれども、もともとは、OECD の勧告に従って、まあ、こういう情報を、共有しておくことが、まあ、これから の、人間活動とか経済的に重要だというのは、まあ、元 の、 最初の理念で始まったもので、今は、まあ、それも含めていろんな形で使うために、まあ標本ですとか、周辺とかの情報を集めていきましょうというものです。で、それぞれの国とか地域にノード、支部がございまして、その日本ノードが JBIF というふうに、日本の支部については JBIF というふうに呼んでいます。で、左側が、GBIF の、本家 GBIF のトップページで、一番左に書いてあるのが、今入っている分布情報ですね。ある種類がどこにいたかっていうのが、大体今5億、2000万件ほど入っているということがこれで分かります。例えばそれで特に多いのが鳥の名の分布情報でして、例えばツバメっていうので分布情報を調べてみますとこんな感じになりまして、色が濃いほど、まあ、件数が多いと。でこれをですね、例えば、月ごとに分解するとこんな感じになって、
まあ、ツバメの渡りがある程度は分かるということが、見えると思います。あの色あのアメリカでも左上が1月で右下が12月で並んでるんですけれども、夏になるとアメリカが色がついてまた秋になって冬になるといなくなってしまう、こういうことが分かるわけです。でその中で日本というのはどうなっているかといいますとですね、あの日本の濃度というのはいくつかの、まあ三角関からなるんですけども、太白が一番右にあります。で、さまざまなところから来たデータをですね、地域に上げていく。で、遺伝研ですと、山崎先生の部屋が、これに当たっておりまして、東大とか環境研から出たデータですね、あの収集したデータを遺伝研から、実はあの GBIC 本部の方に送っていただいて共有しているということです。それから、DNA 関係で多分この生物多様性分野と関わりが私としては大きいと思っているのが、あの先ほどちょっとお話しした DNA バーコードという、手法になるかと思います。こちらはですね、非常に、短い塩基配列を、まあ、キーとして、種を、同定する支援システムを作ろうというのがですね、目的のプロジェクトです。要するに、ある短い配列だけれども、生物群を網羅するようなデータベースを作って、それの検索するデータベースを作って、それを使って同定をしようという、そういうものです。それで今あのバーコードブライフという名前でプロジェクトが進んでいて、そのデータベースとしてボールとバーコードブライフデータシステムというのが、構築されています。だいたい今500万件ほどのバーコード塩基配列情報とそれに紐付けられている標本情報が収集されております。それでですね、最近はですね、この中でこの種名以外にもう一つですね、その生物を分類するための、方法というものをですね、彼らは使い始めています。それが、バーコードインデックスナンバー BIN というものです。これはあの DNA バーコード情報をもとにして、あのいわゆる既存の分類とは独立した形でクラスタリングをして、あの、まあ、それのアルゴリズムがあるんですけども、それでまあ各クラスターに ID を振って管理しようというものです。でこれがあると何がいいかといいますと、例えばこれがですね、こういう感じでデータベース化されているんですけども、これはあの、BIN ナンバーがボールドの AAC0366 っていうので、紐付けられているのはカクモハマキという、とかの仲間になるんですけれども、この場合にはあの学名と BIN、ナンバーが一致するんですけれども、先ほどが出ている微生物なんかの場合にはこの種名は分からないけれども、バーコードでクラスタリングするとこの ID になりますという形で整理できる。そうすると何々よくあるのはジーナス SP という属種名は分かりませんとかいうのですけれども、それに対して属種が分からなくてボールドナンバーはこれである、あ、ビンナンバーはこれであるってやると、ビンナンバーは URI になっているので、それで一応参照できるということで、おそらくそのこれからその、分類が進んでないグループとか微生物などで、これから先どんどん使われるようになるんではないかなというふうに思うわけです。で、これと一緒にですね、いわゆる次世代シーケンサーを使った、いわゆる環境ゲノムの解析と DNA バーコードと BIN を組み合わせて、あの DNA メタバーコーディングなんていう名前が付けられていますけれども、メタゲノム解析して、その中からその、DNA バーコード領域をざっと、ボールドのデータベースで調べて瓶を振ってという、そういうような形でその多様性を見ていくということが、進んでいます。一方でですね、私自身はあの分類で特に標本を使う人間ですので、標本というのが非常に大事なわけです。ですからで、標本あのよく言うのがですね、あの DNA の研究と分類の研究は最初に解剖するために外すか最初にすりつぶすかが違うんだなという人もいるんですけれども、私たちの場合には標本の一部の組織を DNA 化して残りは証拠標本として取っておきます。そうすれば分類があの後から変わった場合にはそれを見直してその、妥当性であるとか再検証ができるわけなんですけれども、でその標本情報をどうしまっておくのかっていうことで、まあ、いろいろ実はプロジェクトが動いています。もちろんその GBIF それからボールドがあるんですけれども、もうちょっと上のレベルで、こういう GR バイオという別のデータベースがあります。これはあの、コレクションのデータベースです。今までは個体だったんですけれども、どこにどういうコレクションがあるのかを、どこにどういうコレクションがあるのかっていうのを、まあ整理するためのデータベースです。もともと植物の世界では、
そういうものがございまして、すべての、植物の標本庫には、もうハーバリウムのインデックスが付けられていて、アクロニムも全部決められているんですが、動物の方は無法地帯でそういうものが何もなかったというのもあって、まあ、こういうものを作ると。で、先ほどのボールドのデータベースに標本を登録する際には、GR バイオに登録されているという、登録されている機関であるということが実は必須になっています。ですから、こういった情報が、まあ、アノテートされるわけですけれども、こういう情報がですね、できればその、塩基配列のデータベースのアノテーションにもし、その標本情報というのを入れるとしたらどうしたらいいかというのはなんかこの辺りからちょっと考えなければいけないなと思っています。ただその DNA バーコード情報自体はDNA バーコードキーワードとかっていう形で DDBJ なり NCBI に登録することができるようにフォーマットが決められておりますので、まあ、その中で書くことはできますけれども、意外と使われている部分っていうのがですね、そのこういう分野に近い人だけがそういう形で標本番号が出るけど、他は何も入れてなくて、後からじゃあこの標本この塩基配列を取った標本見たいんだけどって言った時に立ち行かなくなるなんていうことが多分、起きたりもしています。それからですね、もう一つちょっと私もわからないんですけども、ゲノム関係の、その、証拠標本についてはこれがあるんですね。グローバルゲノムバイオダイバーシティネットワークって言って、これが証拠標本とかそれはティッシュとかのデータを集めるため収集することを目的としたプロジェクトがあって、実はこういう動きとバイオサンプルみたいなのがどう関わっているのかってちょっと昨日調べたんですけどよくわからなかったので、もしこの辺りこの GGBN との関わり合いであるとか、 GGBN は、フォーマットとして ABCDDNA っていうフォーマットを使っているんですけれども、まあ、その辺とかもしご存知の方があったら情報いただければありがたく思います。ちょっとここから話を伺います。一応いくつか私がやっている仕事に絡めてきているんですけれども、もう一つがですね、情報学との連携ということで、先ほどから出ていたセマンティックウェブ技術の方も実はちょっと手を出していると言いますか、まあ、協力をして向こうに仕事を、していただいて、まあ、ディスカッションしているということです。で、いわゆる生物多様性情報をセマンティックウェブ技術を使っていわゆるリンクトデータというフォーマットにしてオープン化するというプロジェクトに携わっています。いくつかやってるんですけれども、一つが、種名とそれに関連する情報で、これはロダックスピーシーズという名前で公開をしています。で、先ほどの、蝶の学名和名のデータを提供して、それからそれぞれの、分類っていうのがどういうもので、その分類の中のこの概念というのはどういう、ロジックであってっていうのをこっちからインプットして、それを、まあ、RDF なりなんなりで実装するのを向こうがやるという形でやっておりました。それからもう一つですね、生物間相互作用、要するにある生物とある生物がどういう関係にあるのかっていうのを、まあ、視覚化するというプロジェクトももう一つやっております。で、この2つは両方ともこの武田県の、今ドクターコースの学生さんがやってくださってるんですけれども、まあ、こういうことを今度はこういうシステムを戻してきて、生物間相互作用のがそのネットワークからどの程度隔たってるかとか、そんなところからちょっとまた仕事ができればというふうに思っているわけです。で、今ちょっといろいろ少しいくつか話をしてきたんですけど、ちょっと私のいる分野と今回の分野というのはどういう関係にあるかというのをなんとなく思いながら書いてみたのがこの図です、まあ、左側が私の方でもホームと書いてあって、右側が皆さん多分ホームで上げて書いてあるんですけれども、まあ、いろいろなレイヤーがあると思うんですけれども、まだ実はここで特に言いたいのはですね、生物多様性分野といわれる分子生物のバイオインフォマティクスという分野がまだちょっといろいろその草木が少ないといいますか、間で議論したりというのが少なくとも私の周りとか日本では少ないのかなと思いまして、そういう意味では今回というのはすごくいい機会かなと思っています。で、おそらくその中で問題になってくるのは、今回も話が出るかもしれませんけれども、がやっぱり種名というものだと思うわけですね。それで種名というのはですね、いわゆるもちろん当然その種名というのはいろんな取り決めがあってあるんですけれども、その命名ご存じのように命名規約というのがあって、このルールに従って書いたとしても、正しいスペルの同じ種類でも大体これぐらいの表記揺れがあったりします。これ全く同じ種類の、別々の書き方をするとこんなになるよっていうのなんですけれども、あります。といってもこれ、命名規約は1905年からなんで、もう110年ほどこの方法でやってるので、そうそう変えられないというのもあるんですけれども、ただおそらく次の
第、今2000年に出た第4版っていうのが、動物の命名系統の第4版が使われてるんですけども、第5版はおそらくもうちょっとインフォマティクスの領域になるんではないかというような話が出ていますけども、まだそこまでは至っておりません。ただですね、こういう例えば表記揺れをどうするかとかっていうところに関して、もしその要望といいますかがあれば、多分こちらの方である程度こういうふうにするとなんかみんな少し良くなるんじゃないかとか、そういうことは少しぐらいはインプットできるかなと思います。例えばその種名いっぱいあるんだけどどうしたらいいって時に、種名のネームパーサーというのは実は公開されておりまして、これ使うとかなりややこしい学名でも切れるという、そういうものもありますので、もしかしたらこんなものが役に立つのかなと思います。それからですね、実は種名がどうこうって言いましても、実はもう一つややこしい問題がございまして、その種名が指し示す先って何ですかっていう、実はもう一つ大きな問題があります。例えばこれはアクティアスアルテミスという種類、これはオオミズアオという種類なんですけれどもの、NCBI が取ってきた配列で、これはこれで正しい分け目がついていますけれども、実はですね、この種類は、途中でですね、コンセプトが変わっております。というのはですね、上のオオミズアオという種類、これがこれに多分の DNA 配列として登録されているんですけれども、2007年に論文が出て、よくよく調べてみたらアルテミスっていう種類は中国にいる別の種類で、日本には別のアリエナがいるというのがありました。ということは、同じ名前だけども違うコンセプトの分け目が使われる。となると、例えばアルテミス、アクティアスアルテミスだと思って取得してきて、それを何かの議論をしようとしたときに、どっちで解釈するのかっていうところが実は問題になります。このあたりというのは非常に難しいところで、私もいくつかの分類体系を混乱して書いたものがそのまま通って、はちゃめちゃなディスカッションしている論文を見て、のけ取ったことが実はあるんですけれども、そういうことが出てくるので、これは実はかなり要注意な部分です。でもここも本当は何とかしなきゃいけないんですけども、なかなか大変で、でも何とかなるかもしれないということで、やっているのが、この、変遷を何とか大データベース作れないかというのがありまして、これも先ほど出してきたその武田県の学生さん、丸田千代さんがメインとなってやってる仕事なんですけれども、いわゆるRDF、リンクトデータを使って、分類の変遷を終えないだろうかという、試みです。で、一応そのロジカルに作って、じゃあデータをちょっと何か作ってくれないかって言われたんで、こんな感じでですね、いくつかのリストを持ってきて、でそれぞれのリストにあるで、それぞれのリストにある学名間の関係を赤で書いたような感じで、この州はこっちにいたとか、これは動かされたとか、そういうのを全部、いわゆるアノテートして、これを渡したんですけれども、30紙やるだけでも1日かかるぐらい、結構なかなかしんどい作業でした。で、こういうことをやろうとするとですね、やっぱどうしても分類学者がちゃんと、ね、アウトプットしなきゃいけないと思ってますし、私もできるだけ協力したいと思ってるんですが、最近はタクソノミックインペリメントという言葉がございまして、これは何かと言いますと、分類学者があまりにも少なくなってしまって、そういう名前の特定だとか同定だとかが、ニーズに合っただけのことが対応しきれなくなっているということを示す用語です。特に生物多様性保全の方で使われますね。多様性保全をするために、この種の保全をしたいっても、その種がどれだかわからないときに、専門家がいないっていう、そういうような状況が生まれています。それで、今回は少しぐらいはそのぼやいてもいいという話だったので、ちょっと参上ということで書いたんですけれども、これは日本学術会議の農学委員会のある報告の中にいた表なんですが、これから先、昆虫分類学をテーマとしている大学、どれぐらい、どんな感じになっているかといいますと、最近10年間消失が5、10年以内に消失が12、多分維持困難だろうが6、なんとか維持できるのは5ぐらいという、こういう状態です。ですから、今、例えばガノン分類をやっている、プロパーな研究者、多分5人、日本で5人ぐらいいるような気がするんですけれども、これも多分そのうち3人、2人になってくる可能性すらあるということですね。となってくると、今でももう同定依頼はちょっとさばききれないほど来ていますので、さてどうなるのかなということがあります。で最後にちょっといくつか、ドキュメントの紹介なんですけれども、こういった今まで言ってきた活動についてはですね、いろいろまとめておりまして、左のやつがその日本の、GBIF の日本濃度の、パンフレットですね。で右側はですね、GR、地
球規模生物多様性情報概況という、ま、あの冊子です。これはあのこれから先あの生物多様性情報分野ではどうなるべきか、まあ、特にオープン化なんですけれども どうあるべきでそのためにはどういうことをしていかなきゃいけないのかっていうのを、まあ、取りまとめたものなんですけれども、これをですね私も含めたその JBIF メンバーで翻訳をしたものになります。どちらも PDF で取ることができて、先ほどあのテイソンの、ドキュメントにリンク貼っておきましたので、もしご必要な方はそちらから PDF を落としていただければと思います。その、ね、その今言ったその情報概況なかったらこんな感じで、その文化から理解まで、まあ、いろいろな、段階において、それぞれいくつかの、5つずつですね、5つずつの、テーマというものをこういうふうに、設定しまして、それぞれについて現状 と、今後どういうことをしたいかを短期、中期、長期で示しております。でこれについて去年実は、データワークショップをやったんですね、この GBIO を訳したときに。それで今、じゃあ一番足りないのは何かって話になったんですけれども、観客も含めて、その一番だと言ったのは実は、一番下の文化。特に、オープン化の文化というのがまだまだ、育っていないというのがですね、まだ実は、まあ、実情ということが言えます。それでですね、今年の、来月12日にですね、その生物多様性情報文化を考えるというワークショップを、科博でやります。この12日の土曜日なんかいろんな、イベントといいますか、シンポジウムだとかワークショップだとかが乱立しているなんか状態らしいんですけれども、もし、ご興味ある方は参加をいただければと思います。以上です。ありがとうございます。